品川濃い壁砲台品川濃い壁砲台とは、千葉県奈良市の市にある、戦争遺跡である。一望戦利と呼ばれた奈良市のバラにあって、演習用に、中国の家屋を模して作られた砲台のミニチュアであり、銃眼が開いている。奈良市の名所の一つ、2002年に国の登録有形文化財になっている。なお、正式な登録名称は、旧陸軍演習場内が濃い壁である。 この品川湖湯壁放題は現在の奈良市の市東奈良市のにあり近くには中学校や体育館といった公共施設や住宅が立ち並ぶこの品川湖湯壁放題は2006年現在も民家として使用されておりその住人は太平洋戦争後に開拓で入って国から一丁分ほどの土地をもらって住み着いたのだという昔は他にも商社などがありこの 品川湖へき放も一部削った部分もあるそうだ。奈良市の原では、この駅兵連隊、奈良市のに駐屯している、第13から16の各機兵連隊をはじめ、多くの部隊による演習が行われ、将兵の鍛錬の地としてその名が知られていた。軍隊の演習では、予想される様々な状況を想定し、それに対応ができるように訓練が行われた。品川湖へき放も、 その一種の施設で中国での戦闘を前提に砲台に肉薄し攻撃するあるいはその砲台を銃弾の標的にする訓練が行われたようである。囲い壁の裏側には階段状のものがあり鎖がついているあるいはその階段に登って壁を這い上がる訓練をしたものかこうして品囲い壁放き砲台で訓練した多くの兵士が実際に中国戦線に送り出された この品囲い壁砲台は昭和9年に公平隊によって建設されたと伝えられている。満州事変2年後で日中戦争前夜とも言うべき当時、さらなる中国侵攻を起図とする軍部の計画を実行するためにその準備が行われてきたが、この奈らしのでも相当訓練が積まれた模様である。塀の裏側上部に囲い壁の文字があり、よく見ると、 昭和9年2月6日、公平第一大隊隊以下36と、反読しにくい箇所があるが、伝承通り、昭和9年に建設されたことが読み取れる。公平第一大隊は、明治4年に大阪で編成され、日清、日露両戦域に従軍、関東大震災の復興にも当たった部隊である。おそらく、建設した公平たちが、その技量を、 誇らしげに文字として残したのであろう。その後兵第一大隊も第一師団霊下の部隊として昭和11年に中国東北部の孫後に移住。昭和19年7月には師団と共にフィリピン霊帝島に渡り、米軍との激しい戦闘の中、師団主力とセブ島へ脱出、セブ島で終戦を迎える。霊帝に残った兵はほとんど全滅に近かったという。 ありがとうございます。